こんにちは、市村正樹です。この動画はもう一本別な動画でアップしてある楽譜の5線にシャープを増やしていく順番、フラットを増やしていく順番というのを手っ取り早く覚える方法っていう動画をアップしてあるんですけど、それの続編ということで、シャープの数、フラットの数でキーがすぐ分かる方法を説明します。何にも書いてなければ、書いちゃってるよこれC キー、 C キーってのは平行調でいうと3つ左のマイナー、 A マイナーが平行調、ファードソレラミ、まあ最初の2個思い出せれば残りはなんとなく斜めにこうやって書いていけばすぐ書けちゃうんだけど、でも楽譜でこういうのを見た時にシャープ6個ある、なんやこれって思っちゃうわけですよ。それをどうやって思い出すか。ギターの場合はギターで説明します。別な動画で。まず鍵盤で説明します。けども、ギタリストやベーシストも一応これ知っといた方がいいですよって話をします。これは僕が7個の法則と名付けて僕が勝手に呼んでいる法則で、7つ上に行って5つ下がるっていう7個の法則って考えるんですけど、C、まあドですね。ドから数えた7つ高い音、1個、2個、3個、4個、5個、6個、7個。ソってことは G ね。シャープ1個の譜面は G キーってことです。と5つ戻ります。1、2、3、4、5。次はレ。シャープ2つのやつは D キー。もう一回7つ。1、2、3、4、5、6、7。次ラ。でまた5つ戻る。1、2、3、4、5。で、今僕は説明しながら喋ってるけど、自分で思い出すときは、無意識で7個、トンチョンチョンチン、コンコンコンつって数えてって、シャープが1個、2個、3個、4個って考えれば、シャープの数を考えるのはまあまあ脳みその端っこに置いてるんだけども、7個進んで5つって数えていけば、シャープがいくつあったら何キーかはわかります。これ鍵盤の場合ね。今度はフラットの数でそのキーをすぐに発見する方法。これは逆7個の法則と考えて、さっきの逆。ここのドから数えます。ドから7個下がる。1、2、3、4、5、6、7。ってことは、ファだから F。フラット1個書いてある楽譜は F キーってことです。でその次に5つ戻る。1、2、3、4、5。4のフラットだから、フラット2つは B フラットのキーってことですね。次7つ。1、2、3、4、5、6、7。フラット3つは E フラット。1、2、3、4、5。フラット4つは、ラのフラットだから A フラット。1、2、3、4、5、6、7。次は D フラット。で、この仕組みっていうのは、楽譜を読めないとか読まないとかいうこと関係なく、楽譜のこと関係ないとしても、後々ダイアトニックコードを考えるとか、あとギターだとカポするとか、シンセサイダーだったらトランスポーズするとか、と何かの曲を自分の歌いやすいキーに変えちゃうとか、そんなようないろんなことに役立つんで、鍵盤がなくても楽器を持ってなくても、この音ってこっちに進むんだねみたいなことに関係してくる話なんで、例えばピアニカとか持ってたら今みたいなことを一回でもいいから自分でやって検証してみるんですよ。そうすると他のいろんな、例えば作詞作曲するようなシンガーソングライターさんにも役に立ちますし、パッと見で僕はなんかもうフラット3つ書いてあったらもう E フラットとか言って、だん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 暗記してっちゃっているではあるんですけども、音楽理論のことに詳しくなくても一応思い出せる方法ということです。で、この話の続きもまだ動画で作っていきますので、チャンネル登録よろしくお願いします。